式サイトまで。なるほど、そういうわけか。これじゃ戦慄じゃなくて戦慄なんちゃって。まだまだ続くよ。チップとデールの大作戦、レスキューレンジャーズ。ディズニーチャンネルムービー。どこから聞こえてくるの？ジュマンジ。それは封印されたはずの呪われたゲーム。プレイヤーは4人だ。僕たちはゲームを始めたんだ。だからそれを終わらせなきゃいけない。武田景色襲い来る。どうした？ジル、動物の暴走だ。一度始めたら最後、ゲームの世界と現実が混ざり合い、悪夢が始まる。大丈夫？真ん中にいて絶対にあれに触るな。呪縛が解き放たれた時、プレイヤーが隠れる場所はどこにもない。サイコロを振れ。動くな。ゲームの大暴走を終わらせろ。ジュマンジ、1月6日木曜日夜8時30分、ディズニーチャンネルムービー。母ちゃんグリーン家の大都会ライフは母ちゃんがやってきてますます大騒ぎ。バシャッと来た。ますますはちゃめちゃで、イエーイ、最高。ますます驚きがいっぱい。サプライズ。愛してるよみんな。ビッグシティグリーン新エピソード、土曜日夜7時30分ディズニーチャンネル。ひらめいた。見習い魔法使いセイディ。これでよし。魔法の修行で人間の世界と魔法の世界を行ったり来たり。やったね。ウサギのギルバートと一緒にやろう。うわ、目指せ一人前の魔法使い。任せて。セイディスパークス、毎週土曜日朝11時から2話連続放送、ディズニーチャンネル。ミッキー、世界を股にかけミッキーが行く。こんなミッキー見たことない。よし行こう。短編アニメーションミッキーマウス、ご覧の時間で放送中、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ。チップとデールの大作戦、レスキューレンジャーズ。まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルにはやったー、ワクワクと驚いた、驚きがいっぱい。1月のおすすめはこれ。市長のやり方は環境汚染の対策になりません。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールに新たなヒーローが登場。あなたがいればきっとうまくやれる。なんでサーシャを信じたんだろう。不思議の国アンフィビア、衝撃の新エピソード。信じて、もう手遅れ。来てくれてすごく嬉しいわ。王国の名探偵ミラは、あ、そんな。ポロの競技中に謎の事件が。何かある。さらにアイラブスヌーピー、ザ・ピーナッツムービーなど、映画もたっぷり楽しめる。楽しいだろ。1月のディズニーチャンネル、詳しい情報は公式サイトをチェック。ディズニーチャンネル、冬祭りおめでとう。12月27日から1月7日までディズニーチャンネルと、ディズニージュニアの冬休み、スタートは朝7時30分。もう準備はいい？まずはミッキーやスパイディーたちと一緒に遊ぼう。イエーイ。朝10時30分からは新番組3人の騎士の伝説や、ミラキュラスワールド、ダックテイルズなど人気作品が寒さを吹き飛ばす。さらに映画はフォレストグーニット、スマーフやモンスターホテルをはじめ、なんとスヌーピーの映画も初登場。冬休みもディズニーチャンネルで盛り上がろう。じゃあそれじゃあ見てみよう。詳しいスケジュールは公式サイトをチェックしてね。マダガスカルの諸君よ、あのキングジュリアンがまさかの主役。さ
わがままジュリアンは、お前がキングだよ。最高のな、最高の王様にイエーイなれるのか。まだ分かってない。ズゴー、万歳キングジュリアン。土曜日と日曜日夕方4時、日曜日は新エピソード。またまた始まるよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。でも猫ちゃん追いだったば。まだまだ続くよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。みんな決めのポーズ取ってくれてない。あの竜の戦士コウが息子か、本当のお父さんと再会し、着いたぞ、故郷で幸せな時を過ごしていた。だがそこへ恐るべき伝説の野獣が蘇る。全てを叩き壊す大様の世になるのだ。狙いはあなたよ、ポー、そしてパンダ全員。みんなでカンフーを学べる。僕がカンフーを教える。さあ師匠としてカンフーを伝授せよ。カッパー、力を合わせて立ち向かえ。やった。果たしてポーは最強の敵に勝てるのか。今新たなパンダ伝説が生まれる。カンフーパンダ3、1月8日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。ディズニーチャンネルムービー。10日から4週連続月曜日にシュマリス3兄弟の映画を一挙放送。10日はなんとシマリスたちが大スターになっちゃった。アルビン歌うシマリス三兄弟、最高。俺たちが誰に負けるって言うんだ。17日は可愛いライバル出現、アルビン2シマリスシマッピーズ VS シマペッツ。そして24日は無人島でピンチの連続。クモの毒だよ。アルビン3シマリスたちの大冒険。さらにいい作戦がある。動くんじゃ。31日はアメリカ横断の旅で大暴れ、アルビン4それいてシマリス大作戦。アルビン映画4作品、10日から31日まで毎週月曜日夜9時、ディズニーチャンネルムービー。ひらめいた。見習い魔法使いセイディ。これでよし。魔法の修行で人間の世界と魔法の世界を行ったり来たり。やったね。ウサギのギルバートと一緒にやろう。目指せ一人前の魔法使い。任せて。セイディスパークス、毎週土曜日朝11時から2話連続放送、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。逃げよったって無駄だ。